はい。それでは、いよいよ帯の方に入っていこうと思います。これがやっぱ一番難しいですね。高知か。そうかな。逆っぽいかな。いや、合ってるかな。ひと巻きにして、右側に垂れ、左手に手を打ってひと巻き。手を先を上にして、垂れを一巻きします。右側に垂れ、左手に手先を持って一巻き目を、締めます。帯を締めるときは帯の下を持つと楽になります。巻き目の間に帯板を入れ、二巻き目の間に帯板を入れ、帯板ですね。はい。二巻き目を胴に巻きます。ゴム紐のついていないものを打ちます。右側に垂れ。どう考えても長さが足りない気がするんだよね、これいつも。結ぶ代わりに体の中でタレを折り曲げます。どうすかね。やっぱこの辺でボロがちょっと出てきますね。この辺がぐちゃぐちゃ。やっぱ汚いね。ああ。